より俺のズボン知らないかなんで履いてねえんだよ。ちょっと遅くなっちゃったな、ごめんな。それより俺のズボンどこにあるどこに脱ぎ忘れてきたんだよ。次俺とデュエットしないか。おう、それより俺のズボンどこ行ったか知らない志田ちゃんに対してのご褒美ゼリフ、はい、お願いします。いきます。まあなか、俺のズボンどこどうやって帰ればいい？これはこれで、これはこれで おかしいでしょ。もう一回聞くの。梶さん、はい、もう一回聞きたいですって。もう一回ですか？はい、じゃあちょっと思考を変えていきますね。はい、はい、真中、俺のズボンどこどうやって帰ればいい